こんにちは。獣医師の藤村です。今回の動画は、ワンちゃん猫ちゃんをね、ペットホテルに預ける前日にワクチンをね、ワクチンを打つ、打ってもらうことを絶対避けるべき二つの理由ということでね、解説していきたいと思います。まず質問なんですけど、そのね、質問がよくあるんですけど、その、ワンちゃんとかね、猫ちゃんを明日から ペットホテルとかねあるいはあのワンちゃん猫ちゃんと泊まれるお宿とかに行ってあの泊まりたいんだけどとかねペットホテルに預けたいんだけど今日ワクチン打ってもらうことできますかみたいな電話相談ってよく受けるんですね。まあ、例えば6月,の今日2日だ6月の今日 2, 2日だったとあのしたらですね 6月の3日にホテルだと今日なんか6月2日にワクチンを打ってほしいとなぜなら明日からペットホテルだからでそのペットホテルで証明書がいるとワクチンのね証明書がいるとだからどうしてもその必要なあのワクチン 6月2日に打って欲しいんですみたいな電話相談をでできますかっていう電話をよく受けるんですね。でまあ個人的にはねやっぱりちょっと明日あのペットホテルが預けなきゃいけないとか言うんだったら、まあ、やめた方がいいんじゃないかなとは思う別にその、えっと、打ってくださいと言ったら打ちますけども、まあ、やめた方がいいんじゃないかなって思う理由が2つあるんですね一応。 ワクチンを打つとワンちゃんがですねその後に体調をね崩すことがあるんですね、まあ、例えば熱が出たりとか元気がなくなったりとか、まあ、食,欲食欲がなくなる子もいますしあの場合によっては吐いたりとか下痢する子もいますで旅行中にそのねワンちゃんが具合が悪くなると大変なんでそうねだいたいこうやっぱあの1週間ぐらい続く子もいるんですよね体調が悪いっていうのは。 ワクチンを打つっていうのはやっぱりその免疫力はそ,その病気に対する免疫力を上げる行為なんでまあその偽物の,その病原体とはいえね仮に偽物のものであったとしてもその本物のウイルスをやっつけるだけの免疫をつけるのがワクチンなんでねだからそのそれなりに体がやっぱ反応するんですねだからその熱が出たりすることもあるんですね。 そうするとやっぱりねあの、預かってもらってる最中に熱が出たりとかして体調崩されるとやっぱりそのペットホテルの先のお店の方も結構、ね、心配になりますし、まあ、飼い主さんだって心配だしワンちゃんもつらいですからだからまあそういった意味でねあの泊まる前の日にワクチンを打つのはまあ得策じゃないよとで、まあ、あともう一つの理由としては施設側のペットホテル側とかあのワンちゃん猫ちゃんの泊まれるホテルのお店側のルールですね 多くのペットホテルとかねそういうホテルとかっていうのは、まあ、ワクチンを打ってから少し時間が経っていることを条件にしていることがあるんですねとりあえずワクチン打ってたらいいですよってところもあるんですけどもちょっと時間経ってないとだめだよと、まあ、例えばワクチンを打ってから1週間経たないと預かれないよとか例えば6月2日にワクチン打ったとしたらワクチン間違えた。 だ、ね、たらまあ6月の9日からだったら OK だよみたいなすごいすごいとこというか、まあ、場合によってはですね1ヶ月後だから7月2日からだったら OK だよってとこもありますこれ店側によって店がね決めることなんで僕らは逆らえないんですけどもそういったとこもあるんですねだから動物病院側があ「じゃあワクチン打ちますよ」って言ってもですね そんなあの昨打って今日預かることはできませんってとこもあるんでね、気をつけてくださいねってことです。まとめるとですね、きょうワクチン打ってね、明日どこか預ける、ワンちゃん、猫ちゃん預けるっていうのは、まあ、やめた方がいい2つの理由っていうのは、1つは体調のリスクですね、ワクチンを打つと、そのあと数日間ぐらいは、ワンちゃんが体調を崩すことがあるんで、まあ、旅行の前日にワクチンを打つのは避けた方が良いよと。 あともう一つは施設側のルールですね。ペットホテルとか、その旅館とかね。そういった施設ごとに、ワクチン接種後の受け入れ条件ですね。だから、1週間後じゃないと、ワクチン打てるから1週間後じゃないと受けないよとかね。そういったことが異なるんですね。これは別に法律で決まっているわけじゃないので、そのホテル側とか、やっぱ他のワンちゃんにとか猫ちゃんに病気を移したくないっていう考え方から、やっぱりっ条件が違ってくるんで。 事前に確認してね、ペットホテルとか、そういう旅館に確認したりとか、ネットで調べたりとかしてから、何日後なんだろうと、ワクチンの証明書は何日後から有効になるんだろうと、そういったことを調べてから計画を立てる必要があるよと、もうホテルの予約を取ってるとかなったら、ね、なのにワクチン条件がダメだから預かれませんって言われたら困っちゃうんでね、そうならないようにしてくださいと。だから提案としてはね、旅行に行く前に、とにかくペットホテルとかね、ホテルとかの。 ワクチンに関するルールーを確認してくださいと。ワクチンは計画的に打ちましょうと1ヶ月後ワクチン打ってから1ヶ月後じゃないとダメっていうんだったらちゃんと1ヶ月前にはちゃんとワクチンをやらせておくってことをね徹底してくださいってことでした今回の動画は以上になりますこの動画参考になっている方はね高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう失礼します